東京望月です。まあ、女性ならではという言葉については多様性を重視しているんだというご発言でした。まあ、昨日多分歴代初最多の閣僚人事女性が入ったということですけれど、同時に党の政調会長の代理、それから党幹事長代理、木原副官房長官がつきました。まあ、木原さんをめぐってはなかなか大手メディアは報道しませんが、週刊文春が、ずっと、彼のも、現在の妻の元夫の死亡事件で、この関連に、関連で捜査への介入したのではないかとか、それからですね、この妻の取り調べ最中にデリヘル嬢を呼んでいたのではないか、それからまあ現在でも愛人宅から通勤するなど、まあ、二重生活を送っている等々、また昨日、つい最近は月刊文藝春秋では公選法違反の疑惑も指摘されました。まあ、女性問題というだけではないですけれど、このデリヘルの使用とかですね、愛人宅からの通勤含めて、ある種ですね、女性に対する、まあ、ある種の偏見とか、まあ、偏った考え方というのが官房副長官にあるんではないでしょうか。で、まあ、官房副長官は退かれましたけれども、相変わらず党のこの要職に岸田総理が彼を任命するということ自体、まあ、ある種ですね、これ女性に対する軽視ともいうふうにも受け止められかねないような人事だと思います。このことについて、まあ、官房長官、政府としてはどうお考えなんでしょうか。まず党の人事に関する事柄につきましては、まあ、政府として発言する立場にございません。またその後の文脈の事案でありますけれども、私詳細をまず存じ上げませんし、週刊誌のコメント一つ一つに関してコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。はい、官人で。党の人事ということですけど、これは岸田さん自身が望んだ人事ということもあるんではないんですか。これは自民党として決めたので岸田さん官邸の意向はないという理解でよろしいですか。党の人事に関しましては党機構の中で決定をされることでありますので、私の立場から政府として発言することは控えさせていただきたいと思います。はい、関連で。まあ、そうしますと今回のこの人事、まあ、女性問題含めてですね、様々な疑惑が出ている官房副長官、説明責任を全く果たさないまま党の要職につけるということは、まあ、政府だけでなく自民党としても良しとしているという、こういう理解でいいんでしょうかね。繰り返しになりますが、党の人事等に関しまして私の立場での発言は控えさせていただきたいと思います。東京望月です。ジャニーズ問題をお聞きします。先週7日にジャニーズ事務所が記者会見をいたしまして、新社長に東山紀之社長、そして藤島ジュリーさんは、まあ、代表取締役のまま社長という職務から退くということを発表いたしました。まあ、大々的に報道されました。これ政府としてどう受け止めているかということと、まあ、関連で、農水省はこれを受けまして TOKIO の城島さんを、農水省の農福アンバサダーに委託をしていることを取りやめということを発表したようです。一方ですね、法務省、こちらのツイッター上で2019年2月、ジャニー喜多川さんですね、性加害の当事者である彼が企画制作総合演出したミュージカルを映画化した、法務省がこれ全面的にバックアップしてジャニーズタレントたちを多数採用して映画を作っているんですが、このツイッターがまだアップされたままです。性加害犯罪者と言われている喜多川さんをですね、が作ったミュージカル、これの映画化の問題をツイッターでそのまままだ上げている。これ法務省としてどういうことを考えてこのようなことをしているのかお答えいただけますか。まず民間企業の人事でありますとか運営の方針に関して政府として発言する立場にございません。また各省の動きでございますけれども、お尋ねの映画や法務省の関与について承知しておらずお答えすることは控えさせていただきたいと思います。また法務省や他の省庁の SNS の記載内容と広報活動に関するものに関してはそれぞれの省庁にお尋ねをいただきたいと思います。はい、関連で。把握していないということなのでぜひチェックしていただきたいんですが、まあ、ここには映画少年たちとのタイアップポスター作成しました。法務省は青少年の再非行防止を願っています。少年たちの悩み、ぜひ子どもの人権110番やホーム少年支援センターまで。映画少年は3月29日公開です。再犯防止というハッシュタグをつけて堂々と、まあ、今でもこれ開示してるんですね。これ知らなかったということですが、まあ、すぐさまこれは検討して削除すべきと官房長官、個人的にどう思われますか。それぞれの
省庁の広報活動に関しましては、それぞれの省庁において判断し、適切に行われているものと承知をしております。詳細につきましては各省にお尋ねをいただきたいと思います。はい、関連で、同時にですね、警察庁、質問する前に社名とお名前をお願いします。東京望月です。関連で、警察庁がですね、これもジャニーズ事務所の TOKIO の、城島さん、同じく特殊詐欺の働きかけに関する委託をされているんですが、警察庁曰くこれは城島さん個人にお願いしているので、今のところこれを解除する予定がないと発表しております。ただ一部これ取材している方たちによりますと、株式会社 TOKIO というところで城島さんが社長になっておるんですが、登記簿上は代表取締役の藤島さんが、代表取締役ということになっており、実質的にジャニーズ事務所も本社と同じ場所に、ジャニーズ事務所と本社と同じ場所に住所登記もされているということで、個人的にお願いということなんですが、これはその株式会社 TOKIO との契約だということなのではないかという指摘が出ています。これだけですね、今ジャニーズ事務所の問題が浮き彫りになる中、特殊詐欺というですね、非常に重要な事件の働きかけ防止に現在所属しているこの城島さんをそのまま使うかどうかというのは非常に考えるべきことだと思いますが、この点警察庁ですね、対応適切なものとなっているんでしょうか。でなぜこれ契約をやめないのか、きちんとお答えいただけるならお答えいただけますか。先ほど申し上げましたとおり、各省庁の広報啓発活動のあり方につきましては各省庁の判断で行っているところであり、それぞれの省庁にお尋ねをいただきたいと思います。はい、関連で東京望月です。この7日の発表の、翌週ですね、ジャニーズ性被害当事者の会のメンバーの方が記者会見をいたしまして、改めて、政府に時効撤廃を求めております。この性被害、特に少年犯罪に対する性被害、10年20年後に突如そういった症状が発症して今でも苦しんでいる方が非常に多いと、海外のように時効を撤廃して徹底して自分たち の, 事, 件あの事案を時効なしで取り組んでもらえるようにしてほしいと言っております。このことについてどうかという点と、再三言っておりますまだ政府からのヒアリング調査への働きかけないそうです。今度小倉さんから新たな女性の担当大臣変わりました。政府としてですね、この問題、このジャニーズ事務所だけでなくですね、芸能や映画業界における性被害、きちんと当事者や被害者の声を聞き取るという準備はしているんでしょうか。そのつもりはあるんでしょうか。お答えください。性別に関わらず、またどのような状況に置かれた子ども、若者であっても性犯罪、性暴力の被害に遭うことはあってはならず、被害者の尊厳を著しく踏みにじる性犯罪、性暴力という行為は決して許されないと認識をしています。その上で、子どもに対する性犯罪、性暴力の公訴事項の撤廃につきましては、我が国の刑罰体系の中で検討されるべき事柄であると承知しており、法務省にお尋ねをいただきたいと思います。また、芸能界についての働きかけ等についてのお尋ねがありました。先般取りまとめられた緊急対策パッケージの策定に向けて、取り行われました合同会議におけるヒアリングでは、有識者から男性の性被害について指摘を多くいただくとともに、文化芸術分野におけるハラスメントの状況や対策の必要性等についてもご指摘をいただいたと聞いています。このような指摘を踏まえ、緊急対策パッケージには性犯罪に関する改正刑法等の周知や全国での取り締まりの強化、男性男児のための性暴力被害者ホットラインの新設、文化芸術分野における相談窓口の設置などが盛り込まれています。こうした取り組みをしっかりと進め、子どもや若者が性被害に遭うことなく安心して過ごすことができる社会の実現に取り組んでいきます。関連で、はい、はい、東京望月です。緊急対策パッケージですでに一部の被害者を聞いたというご回答でした。そうでなく、まだ聞いてない方たちに聞いてほしいという声が再び当事者の会から出ていることと、それからすでにそのジャニーズ事務所が正式な発表をいたしました。で、事故に関わらず補償していきたいという被害者救済委員会の設置も昨日発表しております。でこれと別にですね、昨日、映画界の性被害者の当事者の方たちが、議員会館で、
ヒアリングを受けまして、そこでもですね、再び過去の被害事例を政府が調査検証するための第三者機関を作ってほしい、まあ、ジャニーズ問題だけでなく映画界にも同じようなことがあるので、性被害者への医療への連携補助、そして性犯罪の公訴事項の撤廃、先ほど当事者の会が指摘したことと同じことを求めています。つまり彼女たちからすると、緊急対策パッケージだけでは全く不十分だということなんですね。つまりこの第三者機関の設置、政府が調査検証するようなものを作ってほしい、そして何よりも彼女および当事者の会の方たちが声を聞いてほしいと言い続けています。これ無視するおつもりなんでしょうか、いかがですか。まず文化芸術また芸能界関係に関する事案に対しての対応は先ほど申し上げた通りであります。そして、国によるヒアリングというご質問をいただきました。小倉大臣のもと、当時小倉大臣のもとで開催をされましたヒアリングにおきましてですね、各分野からの方々からお話をお聞きをしていると承知をしております。どの分野の方々からヒアリングを行うかに関しましては、当該省庁において判断をされたものと承知をしております。はい、関連で東京望月です。まあ、つまり聞くつもりはないということですね。そういうことでいいですね、言ってることは。もう7月の緊急対策パッケージを出したときに、それまでに聞いた方たちの声で、これ以上政府としては問題ないというお考えだということですか。質問の趣旨がよく理解できないところがございますが、先ほど申し上げました通り、横田大臣のもとですね、各分野の、また被害当事者の方々も含めて、ヒアリングを続けてきたということでございます。はい、関連で東京持ちです。趣旨がわからないということなんで何度も伝えさせていただきますけれど、小倉さんは担当大臣の時は全くヒアリングを当事者の会、それからこの映画関係のこの睡蓮さんたちの会には聞き取りをしてないと。ただし小倉さんたちなりにその性犯罪被害の声は聞いてるんだと言っています。まあ、一体どなたから聞いたかはっきりわからないんですが、なのでもうこれでヒアリングはないということなのか、今その後ですね、続々とジャニーズ問題というのが、ジャニーズ事務所だけでなく、その事務所の、マネージャーによるタレントたちへの加害とか、それからメディアの黙殺、企業スポンサー企業の黙殺ということも幅広く指摘されていて、これは戦後エンタメ界がやってきた大きな、性犯罪ということが今非常にクローズアップされております。で何度も聞いてますけど、警察が全くきちんと被害届を出そうとしても受け付けなかったということも問題視されています。でそういう中で彼らは緊急対策パッケージのまでのヒアリングでは不十分だと指摘してるんですね。不十分だと思わないですか。今彼らはこの睡蓮さん、映画界の彼女たちも含めて、なぜこの緊急対策パッケージ出したから十分だと言い続けられるのかわからないと言ってるんですね。まあ、公訴事項の撤廃、これは法務省の方で聞いてくださいということですけれど、であれば法務省もですね、こういう要望があるのであれば法務省も彼らにヒアリングをする必要があると思うんですが、こういったことをですね、なぜ政府が避け続けるのか、私の趣旨を理解いただけたでしょうか。お答えいただけますか。従来より繰り返しお答えをさせていただいていることでございますけれども、まずご指摘の問題のですね、ヒアリング、被害者からのお話というのは、すでに党にもまとめられてですね、でこのヒアリングの目的は、当該ご指摘のある事業者に対して要望をすることを目的としたものと承知をしております。それを受けてですね、事業者が対応を今、検討し発表しているところであるということも承知をしておりますが、一義的にはですね、一般論として個別の事業者における事案につきましては、当該事業者において適切に対応されるべきものと考えておりますし、さまざまな状況において、行政の関与が必要な分野、適正である分野であれば、それは例えば捜査当局であれば法と証拠に基づいて行われることと思いますし、またそれぞれの省庁の役割責任において適正であり必要性があれば、その都度適切に対応していきたいと考えております。申し訳ありません、次の予定がございますので最後です、ね、はい、関連で持つ続きです。適切に対応すべきと思うということは、であればこれからももしこの特に子ども政策担当庁というのは
調査、情報調査収集するということが権限としてあります、まあ、やらなきゃいけない諸葛事項だということも国際人権の弁護士からは指摘されていますということであれば、今後ですね、これはヒアリングの可能性も含めて各担当省庁で検討し、やるべきものはやるべきだと、そういう考えだという理解でいいですか。まずやるべきことはやるべきだというのは、これはもう各省庁あらゆる分野において もう当然のことであろうかと思いますが、ご指摘のヒアリングについてのことに関してはですね、ヒアリングの分野内容対象者に関しては、その省庁が適切に判断をして行うことになっております。それが申し訳ございません。時間がありがとうございました。